なさそう。Thank you.
水溜りから。Thank you.
Yeah.
vai.5点、みんな見れた、追加の5点、カード5点ですか、10点よりいいですね。いや、いつものことだから面白くなかったんで5点。初めての人は受けるけど、いつものことなんで、なんかこれはレバーに引っかかっていけないし、そうなんかいいことありそうもないな、ここ。左の飛んじゃうかな、バーンって、ね、飛ぶと、ここだよ、ね、ハザのリングを体操から。あ、そうですか、はい、頑張ってるやん。ちょっと人のやってないラインやりすぎだと思って。いや、もうあそこ飛びつけばいいんだよ。これ誰か行きました、どうでした。あの、いや、やっぱり落ちた。いや、落ちたっていうか、いや、まあ、足、ちょっとね、針ついてるので、足ついてる。
出ましたね、ナイス水没。水没。カメラに映らへんのが惜しい。そこにカメラあんねん。しっかりハマったな。ねえ、物の上や。あれぐらい綺麗にハマってくると、コーディネーターにっこりちゃう。あれ、あんだけでエンジン過ぎようのかな。微妙なライズ。まあ、ほんまに、怖いのは怖いですけどね。どんだけ速い、まあ、多分大丈夫と思います。あれぐらいやったら。まあ、ただ、エアクリボックスの水が無関とあかんのと、フィルターまでかな。電気とかどうなんやね。電気が一番怖いでしょ、やっぱり。まあ、対策してると思うんですけど、さすがに。これで、やって感電しましたやったら、シャレならず、どうしようもないもん。助けようがない。気持ちよくはまらった。気持ちよくだ。入ったら入りなりそうです。向こう行かなかったかもしれない。僕、海側で気をかけたかった。はい、行きます。では結構登ってるらしい。登るセクションらしい。
れですね、いいのとこ心理的に、いや、なんかこっちに寄ってしまう連続3人の気分ためらって右へ行ってる感じ。なんでみんな右へ寄っていくんやろう。ここから見たら成功ど真ん中が一番ベストです。そう、なんか心理的な何かが働いてる。影がないからしんどい。まあ、ですよね。ですけどね、太陽に近いし、まあでも前に比べたら、一頃に比べたらね。ああ、そうですよね。これ夏の暑い食練習だったら、多分死にますよ。ね、普通に死にますよ。そうだな。死だらけだし。レディースの最後が8時12分スタート。多分
していいかどうかが分かんない。まあ、とりあえずだんまり詰め込んでます。わかんない、あの小谷さんが最後何ですかって聞いたけど、ここから返事します。誰かが何かを起こしたら、そう、鳥を起こしたらこんな音が何のかってわかんない。これはほうほう、三角だと、はい、入るときにこう、こんな感じで行こうとしますね。まっすぐ、普通にまっすぐ行ったらいいの。でそこで足換えんすか。うそまた足すぎそうや、いやいや、もう大丈夫です。あれ、やばい、大岩行く、大岩行くけど、あの、なんかあの、やっぱ大岩の手前のとか、あの、比べたら今のとこにしてたら、こう見えるくらいに行きたいな。あれだな、
中村君来る。すごい足出るから嫌だ。こだわります、ね。これだけちゃうか。めっちゃこだわりますね。めっちゃ恥ずかしいわ。ちょっと腰痛、ちょっと休憩。腰痛い。あらら。僕もよう、ポケットから。そんなこいでね、さっきの方が遅かった。ちょっと脇が足らんかったな。最後に残るの、うーん、待っていかなきゃいけど、ちょっともう、もう一息。もう一息かな。そこまで行ってたんやな。あれ3で行った。何が ?3 点で。最後3で。2足で全開で、うーん、まっ。脇が足らん。ちょっと空いてなかった。うん、空いてなかった。遅いな。こんなもん、もう、困ります。フロントがちょっと届いてなかった。そうやね。刺さって。あそこにこう角があるから、普通の見てもらえへん。もうあれやな。下がったら、もう、どう言いますか。押しても何しても。何しても言ってくれやから。前ら。こっちの方が浅いから。あ、腰が痛い。膝深い。膝も痛い。こっちは浅いから。そうか。中入って、少々ぐらいですけど、バランスで走れますね。で、走り切った人かな。本当、またもう足つく。全然でしたけど。こんなんだけど。水ちょうだい。ありがとうございます。こっちは深い。こっちは深い。こっちは深いぐらい。こっちはもう。こっちは深い。こんなの、こういう段階。結構ね、みんなあの何人かやってるんですけど、ここで引っ取られる、完全に意識が死んでる。あれそこやね、テレビに行ったら。上で、上で、早いけどな。真ん中狙うと言ってたから。まあまあ、パートでやなかった。正解。このパートでやってました。そう。やるな。やるな、俺も1点やん。そう。これ、3点。頑張れ。頑張れ。Thank you.
たいにエスケープする子が現れた。はい、バラセレブだったら油ぶ抜いて逆立ちしてエンジンかけたら見かけたら多分見たはずだけど、はい、頑張るな。
だいぶ違う、マナペと。だからまあ。いけそうやろ、いけ。大丈夫。7って近くですか？7は奥です。こっちですか？はい。じゃあここが一番近場ですね。近くじゃない近く。ここでは B 級だけですか？あ、ここ B 級の人だけですか？向こうの方が A 級入るんで。あ、近いし。10で見とく方がいいですね。見応えがある。9もない。9はこの奥。あ、ほんまですか？うん。ここが一番近くて、はい、ありがとうございます。最後 SS はそこなしやから、ありがとうございます。はい、今、
な雰囲気だろ、そんな雰囲気だろ、うまいな、これ茶並んでたしね、これあ、そうか、こっちのああここぐらいあったのに茶並んでたしHRC 専用トイレえあのピットのとこにA 級見てたけど、A 級は厳しいな。もう A 級中毒じゃない？まだ1ラフ目のもう終わりぐらいじゃん。今すごい来てる。
割と直前のところ、まっすぐのところ発出が、いや、あの、テープを超えたらよく見たんですけど、一応、あの、うなずいてくるからもう出てないじゃん。大丈夫だろって。ブロックが勝手な判定でいいです。僕はボソッと。All right.
飛びます。はい、you
場所のナンパ場の次のおじさんや、おじさんがナンパ行けるAll right.
オッケー。次9番で、うん、
Thank you.
さん聞いてなんて言ったの？小鳥さん、家の前の。まだやってあるからすごいわ。そのさんもでも今もやってますよね。やってますね。無理。無理やろ。この間ね、はい、滋賀県の今からね、朝練女子やらせてくださいって言っちゃいます。できないですか？じゃあやりたいって。いや、そんなもうそんな簡単じゃないですよって。よかった。
結構パワー出てるか、本当。今のずっとこけてる。すごい。2セット以降のフォアの結果まだ聞いてないからわかんないけど、2セット見たからって完璧、完璧で、めっちゃうまかった。すごい期待できるんじゃない？よーし、ちょっとすごいよ。なんかヨーロッパの気持ちなのか。違う、吉野違う。で、俺の好きなのやり方。カップに指かけずに行く。すごいね。いやでも下りはかけづらいし危ない。余計つかかる可能性高い。え、全然勘違いしてたじゃん。え、奥さんこれこここう行くときブレーキかけない？多分かけ、指はかけとるかもしれんけど、基本はここはかけんやん。指の話かける前に指はかけるよ。ブレーキかけるかけない。指はかけるよ。びっくりや。これ周り打っちゃう。昭和レッドかじ。もうシャッター開いておけばあれかもしれない。もう入る？もうとちゃう？あ？いやルナちゃん。ルナちゃんよ。ルナちゃん、ハルカちゃん。ルナちゃん取っとこう。ハルカちゃん。クリーン出すやつか、これは差があるなって感じですね。ああ、やった。いや、あれ、ビフル落ちやん。いや、でも、いや、浅川さんはあの後上に行きたかったで。あ、ほんと。あ、そういうこと。強なれちゃう？時間ある。OK。残り30。ルナちゃんの腕は綺麗やね。汚れたらね。ケンちゃん泥だらけになってるけど。誰？ケンちゃん。後藤ケンちゃん。でも、この地方も、まあ、多少なりともね。見たくてうずうずしてるのが。宮崎の方が最後ですよね。鹿児島が行列で。ごめん、ごめん、全然覚えない。あ、グラちゃん前にってことですね。なるほど。確かに、宮崎はグラちゃんの次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 の。あ、なるほど。そういうこと？フロント前だけで、振り込めば終わりです。私全部あのPDF をメールに付けて送って何も返信来ないんです。エントリーリスト見て、でもそれで一回も入ってなかったことない。あ、そっか、ゼッケンが分かんないのか。なんか3日前ぐらいにエントリーリスト出るんで、そこで何番だか。いやもう MB で
なるほど。ありがとうございます。ちょっとあれ、ちっちゃくなるから。ちょっと、ここに。
IRC。
ってありがたいことで、先週今週ちょっと右の裏に明日休みです。明日休みです。しっかり休みのおかげだ。明日はどうしようかなと思って、どうやって帰ろうかな。もう2セットしてみて。ああ、あれだけ逆にやん、別格やな。最初来たらもうヒロトさんが普段来ると一席行っておいでって言われる。いいって言われるかも。ぐらいには出ないって多分帰りに来たら昨日夜来たってこと。ありっちゃありだな。レンタカー一人で帰って連れてきたって。アキラ君が山口さんと一緒に行こうみたいな。あとで行こうかなと思って。熱いのよ彼は。彼らのためにいろんなこと活動しよう。求めに刺激されて、それだけでも見ようかなって。そうなんだ。もうエマちゃん年末も毎週遠征らしい。やっぱそれ聞いたらね、それぐらいやらんと上手くならないよね。確かに本当そうよ。遠征するとどうしようかな。来週どっか行くかな。どっか行くかな。関東から中部だから毎週。それぐらい来週はワッサム。上から突っ張っていかない。ワッサム行ってすごい。なんで来週ワッサム行くの。待って、今日あとそのトッパーにいたら練習時間がちょっと減っとるよ。てか全然楽しくないもん。メンバーが選手権出るなら、あたまに坂山と来ればよ。そうだから工藤さんの練習に付き合える。坂山と行きますよ。なんかもう正直もうガレージなくして糸島に練習に行くのかな思ってる。バイクにずっと乗ってた。とにかく乗ることやってほしかった。ないよね。これは10年やってもこれくらいしかない。いやそれは遊びで乗ってるから。20年やっても。シティートレイルなんて行ってる暇ねえな。よし、練習しよう。行くのやめた。安牌で行くのがいっぱいいるからね。次から大阪にバイク持っていこうか。奥さんがトランプになってる。朝から言おうってやった。じゃあ奥さんが自分で言い始めたら、行くけど、どう行きます。バイク持ってきて。本当中学校1年生ぐらい。かわいい。頑張れ頑張れ。今は違うと思う。多分アシスタント入ります。
リオちゃんのコス遠いし。リオちゃんのライン、まあまあでもさっき水没したけん怖かったじゃん。あ、左側こっちが落ちたらね。あなたやったらどう行く？私やったら普通に港行くから。あ、岩狙っていく。あなたやったら？行く。あそこに岩あるからフロント上げていけば多分いけると思う。まあそうね、確かにね、無視してね。そうやね。一番左行って思いっきり上げてもんで。左？左だからここ入れそうやで、しよう。見えへんの？多分抜けてると思う。特に右がゴールした。